トリリオンゲーム、大スポンサー相手の、酢豚どうぞ、が話題視聴者、ハラハラしました。スノーマンの目黒蓮が主演を務める TBS 系連続ドラマ、トリリオンゲーム、金曜午後10時、の第7話が25日に放送され、酢豚、のやりとりが話題となっている。同作は、ビッグコミックスペリオール、小学館、で連載中の同名漫画が原作。目黒演じる、世界一のわがまま男、野春子と天王寺明と、気弱なパソコンオタク、野学子と平学、佐野優斗、がゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れよう、と成り上がっていく物語。大手芸能プロダクション、ゴッドプロモーション、ゴップロを買収し、新作ゲーム、プチプチアイランドも大ヒット中の株式会社トリリオンゲームは、新たな目標に、トリリオン TV の開局を掲げた。地上波ではなく、ネットテレビを運営することを発案した春は、ミスリル本で有名な大手、ミスリル本工業をスポンサーにつけ、自社タレントの番組を多数配信し会員数を増やしていく。さらに報道プロデューサーのくぬぎすうよし、津田健次郎や人気アナウンサー白子あかり、桃高菜子を引き入れ、報道にも力を入れた。地上波のテレビ局のように報道ネットワークに入っていないトリリオン TV は、視聴者の投稿や動画を有料で買い取ることに。さらに人気情報系 YouTuber やその仲間を専属の情報屋として雇い、独自のニュースを配信できるようになった。そんな中、視聴者投稿によりミスリル本の最新機種に不具合があることが判明。純正の充電器以外を使用すると発火の恐れがあるのだ。くぬぎと白子は、大スポンサーのミスリル本工業の社長に事実を突きつけ、トップニュースとして配信すると伝える。ミスリル本工業側は、トリリオンゲームの社長、高橋りんりん、福本莉子にニュースの差し替えを指示したが、りんりんはそのまま放送するという。